はい、どうも皆さんこんにちは、サイテーマンです。ティアーズオブザキングダムやっていきたいと思います。前回果ての村にやってきました。ロベリーがなんか果ての村に来たらなんかあの強くブルアバットを強くしてあげるよみたいなことを言ってたような気がしたので来たんですけど、ロベリーはいませんし、鍵がかかってて中の研究所に入ることもできないので、ロベリーにちょっと文句を言いに行きたいなと思っているんですが、あのとりあえずこの果ての村でですね、ワープポイントを作っておかないと戻ってくるのが大変なので、あそこあの目の前にあるあの祠ですねを解放したいなと思います。本当はあの眺望台も解放したいんですけど、まあ行けなくはないと思うが、まあとりあえず目の前のあの祠ですねやりに行きたいなと思います。なんか前回前々回とね、地上へ行ったり地底に行ったりね、いろいろなことがいろんなことを同時進行で進めておりますが、今回はまたあれだね、ホールディン地方の方に切り込まないといけないかなと思ってます。次の異変調査はゲルドではなくホールディン地方に行こうかなと思ってます。なんでかというと地上絵ですね、地上絵を前回ここ撮ったんですよ。で次の地上絵がこの辺りなんですね。なのでオルディンの方に切り込めさえすれば地上絵も同時進行で進められるので、でゲルドの方に先に行っちゃうと地上絵のイベントを置き去りにしちゃうことになってしまうので、オルディンの方に行きたいなと思います。まあゲルドの方に行かない理由はそれだけですね。地上へと同時進行に進めていく、でストーリーをきっちり追いながら、異変調査も進めていくというところですね。とりあえずこの果ての村でチェックポイントを作っていきたいと思います。いやもう正解がないけど、まあもうちょっと論理立ててこれが正解だって思いながらやってますよ。まあ、多分何度かティアーズ・オブ・ザ・キングダムはクリアすることになると思うんですけど、別のルートから行くっていうのをやってみてもいいかなと思ってますが、やっぱり修理がいきなり確保できるのはね、やっぱでかいよね。最初リトってのは変わらないかなと思います。ということで祠やっていきましょう。救う形 OKOK。 救うってことはなんか持ち上げるみたいなことだよな。あ、向こうがゴールか。ゴールで、お、ほう、はいはい、なんかボールがあるな。あ、これを救うってことか。はいはい、わかりました。これでなんかここになんか取り付けて救えるようにしろみたいなことじゃない、こういうのをこの辺りに、どうしようかな、この辺りにつけて、鉄板が5つあるので、まあ、フルに使っていきましょう。この2つ体制でね、で、こんな感じでどうでしょうか。こんな感じでどう。これで回転させてってことじゃない？ああ、これ電気だからここでも鉄板1枚必要ですね。いやーどうだろう、救ってくれるかな、救ってくれるかな。いやちょっとなんか使いすぎてる感あるけど、角度が合わなそうだけどな。これだったら取り漏らしそうな気がするけど、まあとりあえず一回やってみよう。こうだね。で鉄板をこうすれば多分回り出すんじゃない。 OK 回るか。あれ、あ、外れてる。よし、どうでしょう。ごめん、どうだ、だがどうだ、だがどうだ、1個外れた、1個外れちゃったけどどうだ。頑張れ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 。ちょ、なんで外れてんの、ボコ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 、ボッコボコボッコボコ、俺の鉄板が外されていったんですが、ちょっと角度合わんかったのか。
思ったんですけど、これ別にさ救わなくてもさ、ここにさこれ取り付けて回せばいいんじゃないの。別にそんないちいち救わなくてもさ、これこうやるじゃないですか。で速攻で走るんですよ。でボールが多分これ上に来た瞬間にボールが多分上に来るじゃないですか、さっきのやつが。でこれを止めりゃいいじゃん、上で。何が救う形だよ、関係ないねそんなもん。これでこうして外せばいいじゃないですか。はい、いけました。別に関係なしにボールを回収できました。はい絶対やり方違うけど、もうこれでいいもんね。だって救う形とかっていうのは完全にあれだよ、フェイクっていうか関係なかったっすね。ちょっと宝箱見当たらないですけど、まあなんとかクリアできました。なんかお椀みたいに、お椀っていうかさ、すくう形にしてこう持ち上げるのかなと思ったじゃないですか。あのお菓子を、あのゲームセンターとかであるお菓子をすくうみたいなイメージでやったけど、ボールくっつけりゃ早かったな。はい、ということでロベリーのところかに一旦戻りますかね。消防隊の方を解放しに行ってもいいですが、消防隊行くか。でまあロベリーのとこ先に戻ります。あいつがいなかったので、でこれで果ての村にすぐに戻ってこれるようになりました。ロベリーが、あいつさなんか恋みたいなこと言ってませんでしたっけ。あれアッカレ地方の方に行けって言ってたかな、果てのじゃなくて研究所があるって言ってたので。なんかね、聞いたリスナーさんから聞いた話によると、そのプルアパッドを強化してなんかバッテリーの消耗あるじゃないですか、水の神殿でなんかすぐにバッテリーなくなっちゃったやつ、あれをなんか強化できるっぽいんですよ。あれやっとかないと結構すぐにもうカツカツになってしまいますので。ロベリー行ったぞ、果てのまでラボに行かねばって言ってんな。ラブリーなナイトで姫様の捜索にプリアバットは絶対必要なマストアイテム。行く前祠を感知する。そうなんだよ、祠感知センサーも欲しいんだよ。設備が整った監視トイレではさすがミーでも実装はディフィカルト。果ての村のプルアバット拳銃リターン戦と難しいだろう。行ったじゃんそこに行けばセンサーだけじゃなく U のプルアバットもっと改良できるじゃろう。東、いや行ったよ、手の村にチートばかし偏僻な場所だがラボとしては最先端。ジョシュアちゃんの調査の行方も気になることで、もうしばらくはここにステージじゃ。え？行こうぜ。俺もさっき言ったじゃん。人型の像が描かれたかけらなんですが、地底調査の収集物の中に同じようなかけらが複数見つかりまして、それを集めてつなぎ合わせた頃、見てくださいなのです。立派な壁画が完成したのです。この壁画によると、剣士様が見つけてくださった人型の像はどうやら複数あるようなんですが、ジョシュアが注目しているのは像の視線の先にある、先にあるこの神殿らしき場所なんです。おそらく正面に描かれているのはこの大きな耳からしてゾナウ族かと。そのゾナウ族に反応するかのように浮かび上がる謎の手形、こちらが意味すること。まず一つ目は人型の像の視線の先に神殿らしきものがあるということ。ほうほう。その二つ目はその神殿らしきものにはゾナウ族に由来する何かがあるということなのです。ゾナウ族は不思議な力を操ったと聞きます。まさかその力が、これはまだジョシュアの憶測にしか過ぎないのです。そこで剣士様の出番なのです。剣士様にはこの壁画に描かれている神殿らしきものを探してきてほしいのです。ほう、ジョシュアの推測が正しいのか調べてきてほしいのです。本当は自分で来たけど明かり花もたくさん集めてきたのですが、ジョシュアはまだ子供なので地底に入る許可が下りなくて、ですのでこれは剣士様に差し上げます。行ってこいと、つまりは、あとこれも行ってこいと、つまりは、明かり花と矢のセットは地底調査ではお決まりなので、そこに地底を調べることはゼルダさんの手がかりにつながるかもしれないのです。不思議な力とゼルダさんの手がかりの両方ゲットなのです。よろしくお願いします。メインチャレンジ、地底神殿に眠る謎。
これはおっさんとは関係があるんでしょうかね。いや、これはいいけど、地底神殿に、うわ、メインチャレンジ多いな。人型の像に描かれた欠片をつなぎ合わせて大きな壁画を完成させた女子は、中央に描かれた神殿らしき場所に注目。そこにゾナウの力が隠されているのではないかと考えている。神殿らしき場所は像の視線の先にあるとのことだが、地底ですよね。地底行けるけど、一応これ飛んでまた探索することはできますが、行きます。地底探索行きますかね。いやー、どうしよう。オルディンの方にも行きたいしな。オルディン方面切り込みますか。いや、地底探索だね。地底探索に進めます。いや、ちょっと迷うな。異変もあるし、地底もあるし、なんか新聞社のやつもあるしな。そうだね、まずは今回ちょっと地底探索の方を進めていきましょう。なんか神殿があるんだでしたね、なんか視線の先に。ということで向かっていきましょう。もうどっちに向かえばいいのかは分からんが、闇雲に明かりがある方に向かっていきましょう。なんか像が多分あると思うんで、視線の先にって言ったから。こっちは、うわー、ここ目指してみます。古びた地図が示す場所、とりあえず目安として。なんか見えるな、あそこ。なんかあるぞ、あそこ。ちょっと行きましょう。さあ、何が待ち受けているんでしょうか、この地底の先に。とりあえずチミがいるので、この辺は飛んでいけます。ん、ダフネスダニの採掘場。採掘場、ゾナウエネルギーの採掘場ってことですよね。暗い、何にも見えない。ん、これは関係ないか。何にも見えません。宝箱か。宝箱っぽいね。お、採掘の服手に入れました。発光するんだって。これはでかい、ありがてえ。あ、本当だ。いや、若干ありがたいけど、うわー、見えないな。明かり花でなんとかするんでしょうか。うわ、見えねえ、先が見えねえ。ただこっちで合ってますね。これさ、なんか弓矢にさ、明かり花を取り付けて撃てみたいなことですよね。ただこんなにだだっ広いところさ、撃ったところで焼け石に水のような気がするんだけどな。あ、一応結構な光量で広がるな。うん、結構な光量で広がりますね。うん、これで行きましょう。明かり花が割と明かりを放ってくれる。闇雲に進んできましたが、なんかね、道中にこれポーがあったんですけど、これがなんか多分ロベリーのとこに持っていけってやつだと思うんですよ。あそこにあるな、目が。よし、あそこをチェックポイントしましょう。なんとかここを目指しているんですが、よいしょ、よし、とりあえずなんとか根っこのところまで来ることができました。これがまたワープポイントになるんですね。OK です。小氷の根、 OK。 いや、地底がなかなか思いのほか広くて、周囲が照らされたと。さあ、回復もしてと、一応飛んでくることができるようになりました。で、まあ引き続きこっち目指していってもいいんですが、ポーをまあ多分ロベリーのところに届けると、そのプルアパッドが強化していけるみたいなことなんじゃないかなと思うんですけど、なんか神殿がどうこうみたいなのも気になるしな。
この場所がその言われてるジョシュアちゃんが言った神殿の場所なんかどうかもわからないんですけど、ここしかもう目印がないので向かっていくしかないよな。よし、黒だたの根まで来ました。オッケー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 、結構広がったね。よし、回復して結構広がりましたね。あの辺りが、あの辺り怪しいな。 あの辺り行ってみる。向こうにも、あ、ほんとだ、像があるんだよ。で、なんかレールみたいなのが走っていて、いや、このレールの先も気になるよな。こっち先行くか。象の視線の先に神殿があるみたいなことだったよな、さっきの話だと。というと、あの象の視線の先というと向こうなんだよ。あ、やっぱここじゃない？多分。あの辺りって確か、ゲルド砂漠の、巨像？竜のなんか巨像があったところですよね。ここ、この底が気になる。この奥なんか乗ってけってことなんだろうな、多分。なんか乗り物があるかどうかちょっと探ってみるか。うん、なんか乗り物が多分あるはず。あるじゃないですか。こいつで行きましょう。おそらくなんか駅みたいになってるよね。そうだよね。行くぞ。こっちは途切れてんのか。いやー、ちょっとワクワクするな。これとりあえず乗っていこう。向こうにも一応あの乗り物があるんだけど、線路が途切れちゃってるんで、行くぜ。トントン。さあ、どこに行くんでしょうか。向こうの線路も気になるけどね。また後だね。なんだろう、ハイラル城の方面じゃないもんね。ハイリアダニの採掘場。はあ、はいはい。あるじゃん、ゾウ。ほら、この先だよ、神殿。ちょっと止めて。かさ、この辺りってさ、地上で言うとこの辺りだから、まあこれ関係ないと思うけど、前作でさ、甲賀様がさ地底に落ちてったじゃん。もしかしてこれ甲賀様いる？甲賀様いる可能性ないっすか、これ。ワンチャン。あ、また線路か。ここまっすぐ行くとこっちに戻るよな。いや、あんまり向こう方面に行きたくないんだけど、こう持っといて。向こう、このポーも何に使うか分かってないしな、いまだに。まあでも線路通りに行ってみるしかないよな。まあ、とりあえず行ってみようよ。さあ、このまままっすぐ行くと戻るだけか。銅像が示してるのがこっちだろうな。なんか途切れそう。大丈夫か。よし、なんかあるね、石像。うわー、なんだこれ。全然わかんないわ。全く想像できない。今までのそのゲームのセオリーになさすぎて。中央大廃坑。なんか採掘してたんわかるんだけど、ゾナウエネルギーを。これは多分古代っていうか、そのハイラル建国時代にってことだよね。そのゾナウエネルギーを採掘してるってことは。あ、なんだこれ。ちょっと待って、腕みたいに見えませんかこれ。ほら、手みたいに見えないこれ。え？
いや、これなんかの人型の人型の銅像に見えるんだけど、俺にはこれ股の下の部分だよな、多分。なんだ、多分ゾナウエネルギー系だと思うけど、いけるじゃん、いけるじゃないですか、いけるじゃないですか。あー、ここに出るだけか。これどうだ、いける、無理か。あ、いける、よし。さあ、顔の部分が多分あるはずだよね。うん、間違いなく銅像だよ。なんなんだこれ、これ口の部分か、違う、あれ人型の銅像じゃなかったか今。こっちだ、この人型像の顔の部分だよね、ここ。そうだね、それで言うと、あ、でも上に登ってきただけか。こいつは、行こう。うん、誰だお前。あ、こんなところに人が。で、僕もか。 あなたも調査に来たんですよね。ほら、いいじゃなくて調査団の面接を受けて。いいが団って今言いかけたな、お前。おい、ちょっと待て、イーガ団って言いかけたろ。僕らも同じ面接を受けてここに来て、ほらびっくり、これ見てください。んこれ、甲賀様説浮上してきてんな。甲賀様が落ちたから、その救出にイーガ団が来てる説。仕組みのわからないモヤモヤした緑の文様に、いかにも怪しい石像。多分これゴーレムって呼ばれる石人形で、動くと思うんですよね。動く、いや、あくまで僕の推測なんですけどね。なんかイーガ団がゴーレムを使って悪いことを企んでるみたいな可能性もあるよな。早くしないと怒られちゃうし、方法が分からなくて焦ってるんですよ。怒られるってのも妙だよ。調査団に怒るような人間なんていないでしょ。怪しいな、こいつら。何をメモっていた今。あら、あなたも面接の合格者ですか。面接なんてないだろ。じゃなかったらこんなところに人がいるわけないよね。なんで俺を知らないんだ、リンクを。そもそもこいつらは。まあいいわ。そんなことより調査中の文献について話を聞いてほしいんです。文献に書かれていたことが正しいのは、この石像が神代の力を授けてくれるはずなんですが。神代の力。このいかにも怪しい石像、噂に名高いゴーレムに違いないんです。ゴーレム。私、神代の力と呼ばれるものについて解説された文献を持っているのですが、いわくその力、斧が組みし、構造物をすかさず記憶に留め、それを立ちどころに作り出せる力なり。何を言ってるのかわからん。これって作ったことがあるものならパッと作り出せるってことですよね。え？その力が我ら E じゃなくて調査団もぐっとこの地の探索がはかどりそうです。文献によるとその力が、ゴーレムが授けてくれるはずなんですが、なんとかしたくて。てめえら、ん？調べる。あ、はあはあはあ、認証者を確認。動いた。あ、ゴーレムだよね。まあこいつだよね、小型ゴーレムのことだよね。さっきの石像がゴーレムになって動くってことではないんだよね。ブループリントを確認。あ、そうだよな、そりゃそうだ。羊ゴーレムがあったんだ、地上に。地底の探索やゾナニウムの採掘にお役立てください。地底に降りてきてたんだ、ゴーレムが。なんだ、あの石像がなんかゴーレム化して動くかなと思ったわ。
でそれをイーガ団が狙っててみたいなことなんかなと思ったけど、そうだよな、羊ゴーレムが空から降りてきてたみたいなことだよね、地底に。はい、ブループリント、ウルトラハンドでの組み立てを自動的に記録する。周囲のものやゾナニウムを材料にすることでその記憶を瞬時に再現し、え？ウルトラ組み立てを自動的に記録、周囲のものやゾナニウムを材料にする、どういうこと？まあ、使ってみるか。なんかすごいことになってないですか？もしかして文献に記された神の力を手に入れたんですか？本当ならぜひ見せてほしいです。見せていいんかな。文献にはその力について書いてあるんです。その力、斧が組みし構造物をすかさず記憶に留め、それを立ちどころに作り出せる力なり。そうだ、実はちょうど我々の乗り物が壊れていて修復に難儀していたところなんです。お、丸い台座のものはタイヤが2つ外れただけなんですが、四角い台座のものはバラバラになっちゃったんですよ。でもその力があれば丸い台座のものを直したら四角い台座のもパパッと直せるってことですよね。はあ、そのすごい力でちゃちゃっと直してください。まずは丸い台座のものから試しに直してもらえませんか？ああ、これをとりあえず、登録された設計図がない、まあ直せてもらえます。はい、直したよ。外れたタイヤがちゃんとくっつきましたね。今度は本版のバラバラになった四角い台座の方ですよ。こいつらもしかしてイーガ団とか言ってたけど、普通にチュートリアルのやつなだけなんじゃないか、これ。今手に入れた神代の力で、さあパパッと直してください。なんでいいとかなんか言ったんだお前、ややこしいだろう。はい、これより古い履歴は残っていない。で、あ、パーツがあるから。おお、はい、なるほど。めんどくさいものを孫くざに作ってくれるってことか。同じものが出来上がりました。しかもパパッとちゃちゃっと一瞬修理。これはさすがの神代の力です。こいつらただ疑わしいだけかもしれないぞ。普通にチュートリアルで教えてくれてんじゃん。これはすごい力ですよ、総長。うわっ、いい画壇だ。なるほど、やはり実在したか。生き残ってました、イーガ団が。あ、お前、地底に落ちて死んだはずが生きてましたね。でかしたぞお前たち。確かにこの辺りね、あれなんですよ、甲賀様が落ちた辺りなんですよ、ゲルド砂漠の。そしてそこの剣士、お前も褒めてやるぞ。ああ、褒めてやると。見覚えはないか俺に。忘れもしない、かつて王様をゲルドのアジトよりこの地に突き落とした。そうだよな、この辺りの下だもんね。脱出できないままいたってことか。かのゼルダと共に必ず復讐してやると誓った。憎き敵、やんのか。ここであったが100年目。ただマグネやらなんやらは今回はもう持ってないが、忘れたとは言わせん俺様との因縁。この名を聞いて再び恐怖におののけ。オーガ様でしょ。はい、と、やっぱり生きてました。そりゃ地底に行くってなったらそりゃ出てくるわな、オーガ様。見ていたぞ、貴様が我々の探し求めた神代の力を手に入れた瞬間を。だから甲賀様が落下したのはあれ伏線になってたんだわ。下に落ちていたもの、落ちたのが地底に落ちたってことだったんだわ。前作で組み立てた工作品を記録し即座に作り出すことができるという、はるか古代に失われたと言われる力だ。貴様ずるいずるいぞって、なんか言うんかなと思ったら、俺様たちは苦労して手作りしてるってのに一瞬で作れるなんてずるい。俺様が崇め奉るあのお方、偉大なる存在にこそお役立てすべき力ガノンか。憎き貴様とゼルダものとも踏み潰すためにこそ使う力、こうなったら貴様を倒して我が物とさせてもらおう。やるんか。
次は何でしょうか。さあバトルですね。ホーガ様です。一度降りて、はい、戦い方はおそらく一緒でしょう。前作と違うのか。待て、バラバラにするのか。わからん、戦い方わからん。一度一度降りて、おい、うわあ、危ない。乗るか。どう倒すんだ。乗るぞ。来て、どう。あ、それだけか。原始的な方法で倒せそうです。これ乗れませんか、僕。扱えない、これ。あー、いけるじゃん。それで、こいつ引けないか。あー、でもいけると多分引ける。別こいつ落として、落として、いや多分損するってことだと思うんだよな。当たらないのに。あー、こいつ引きたかったな。引きたかったね、こいつ。まあ、多分無理なんだろうな、多分操作性的に間に合わないもんな。まあ、多分なんか引ける方法あったと思うんですが、まあなんか普通に倒しました。正々堂々と戦え。まあいい、今日のところはこれくらいにしといてやる。また戦うんですか。よく聞け、俺様ここにあるような遺跡をすでにいくつも見つけている。ありがとう、いくつもあるんだね。貴様を見て分かった。そのゴーレムを動かすには右手を使うんだろう。急いで南西の廃坑に戻って貴様と同じ力を手に入れてやるぞ。またなんかやってくるな。で、南西に廃坑あるんだね。そして偉大なる存在とともに世界を終わりに導くのだ。偉大なる存在ってのは多分ガノンドロフのことなんだろうな。こいつでも結構すごいね。なんかいろんなもん作って。悔しくて持ってくるんだよ。南西の廃坑ね、にいるんだね。はい、イーガダン総長、コーガ様の陰謀エピソードチャレンジ。これ多分ね、バナナでしょ。バナナじゃないこれ。あ、違うか。さすがにそこをおふざけしてこないか。ゾナエネルギーの特大結晶を手に入れました。主様、侵入者の撃退ありがとうございます。侵入者言われてますね。話をこっそり聞いていたのですが、あの男が向かったという南西の廃坑はおそらくゲルド廃坑のことではないかと。この中央大廃坑と同じく昔は採掘や精錬で栄えた場所にございます。ここからゲルド廃坑へは石像をたどれば行くことができます。石像をたどれ。ひとまずあそこに見える光に向かうのが分かりやすいでしょう。それと旅立たれる前にもう一つ、主様にお渡ししたいものがございます。あちらにいる同胞にお声がけよう。はい、ということで、まあ、とりあえず同胞に話しかける前にですね、一旦この辺で、ちょっとね、パートめちゃくちゃ長くなってると思うんで、一旦この辺でパート区切りますか。まあこいつちょっと気になるから、こいつだけは話しかけますか。侵入者を追い出していただきありがとうございます。私は見つからぬよう隠れておりました。それはそうと。ブループリントで手に入れた主様には、まずこちらの設計図の石板を渡しましょう。設計図の石板。ゾナウ文明の乗り物などの設計図が描かれた石板。ブループリントを使うことで描かれたものを再現することができる。なんだ？あ、飛行機作れるようになったんだ。ブループリントに描かれた設計図を登録。
これ自由に飛べんのかな。じゃあこれでブループリントで作られるものが一つ増えているはずです。設計図の石板を試すのに必要なパーツもご用意しましょう。あーこれいいな。車とか、だから馬もいらないじゃん。空自由に飛べるようになったってこと。じゃあエネルギーが続く限り設計図の石板使うは作ったもののないものでも作れます。ぜひお試しを。はい、おそらく飛行機が作れるようになったかなと思います。でエピソードチャレンジがなんか始まったのですが、甲賀様がねなんと生きておりました。ゲルドハイコへ向かったというところです。はい、ということで今回はこの辺でこのパート切ろうかなと思います。次回は甲賀様を追うか、地上に出てまた本線の異変調査に戻るか、まだちょっと決めてないんですが、また次回のパートもお楽しみに。サイテンマンでした。ありがとうございました。